ただいまご紹介に預かりました農林中央金庫統合リスク管理部の中井と申します。本日はですね、講演機会いただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。私からは金融機関の気候変動リスクデータの活用事例としまして、当金庫がですね、今年度開示いたしました TCFDTV に基づくですね、物理的リスクのシナリオ分析を中心にご説明させていただきます。それではスライド2ページ目を進みください。はい、まずですね、当金庫の概要についてご説明いたします。当金庫はですね、系統組織と呼びます農林水産業者の共同組織を基盤とする全国金融機関でございます。図の緑色の箇所に位置しておりまして、信用事業に該当する銀行業を営んでおり、金融の円滑化を通じてですね、農林水産業の発展に寄与し、国民経済の発展に資することを目的としております。それではスライド3お開きください。次にですね、当金庫のビジネスについてでございます。幅広い協同組合のネットワーク、それからですね、安定した財務基盤を背景に3つのビジネスを中心に事業展開をしております。真ん中に緑の円が3つございまして、食農ビジネス、リテールビジネス、投資ビジネスと呼称しております。これらがですね、右にございます通り、これらのビジネスを展開しまして、JA さん、JF さん、J フォレストさんというですね、系統組織との共同を通じてですね、地域社会、それから生活者、それから国土にですね、さまざまな価値を提供することを目指しております。それではスライド4をお開きください。次にですね、サステナビリティに関する取り組みについてでございます。先ほど申し上げました通り、当金庫はですね、農林水産業を基盤とする金融機関でございます。従いまして、農林水産業が抱えるサステナビリティ課題がそのまま当金庫のサステナビリティの課題に直結すると考えております。気候変動につきましても、赤囲みしておりますですね、オレンジ色の箇所の通りですね、重大な課題と認識しております。これらの課題解決に向けまして、経営計画上にですね、具体的な施策を掲げまして、本業を通じてですね、取り組みを進めております。それではスライド5を開きください。こちらはですね、当金庫のですね、サステナブル経営にかかる年表でございます。2019年度よりサステナブル経営を開始しております。また、赤囲みの箇所でございますが、2019年度ですね、同年に TCFD 提言に賛同いたしました。それから3年後の今年度ですね、物理的リスクのシナリオ分析を実施しまして、サステナビリティレポートで開示をさせていただいております。スライド6を開きください。続きましてですね、金融機関として求められる気候変動リスクの対応についてご説明させていただきます。こちらの図は TCFD 提言の最終報告書から引用しております。金融機関とですね、事業会社との違いという観点で重要な点はですね、事業会社様の方におかれましては、気候変動がですね、自らのビジネス構造そのものに影響する一方ですね、金融機関は投融資先のリスク、機会などが伝播してですね、信用コスト等の財務インパクトが生じるという点でございます。また金融機関はですね、資産負債の構造の違いによってですね、重視すべきリスクは異なっておりまして、一般的に当金庫のようなですね、銀行の場合は貸し金のへの影響が重要と考えられております。それではスライド7をお開きください。 TCFD 提言の賛同後ですね、戦略項目への対応として、まずですね、当金庫が着手いたしましたのがリスクの重要度評価でございます。なお、この後ご説明しますシナリオ分析まで含めてですね、外部コンサルのお力添えをいただいて実施しております。リスクの重要度評価におきましてはですね、先ほど申し上げた通り、投融資先のリスク機会が波及して金融機関のリスク機会となり得るという考えに立脚しまして、まずはですね、当金庫の
投融資のポートフォリオ全体を俯瞰しました。そして投融資先のセクターや地域ごとの取引のボリュームであったり、IEA、WRI 等のですね、外部機関が示しているリスクファクターの将来予測をもとに、リスク量をですね、定性的に分析を実施しまして、ヒートマップとして可視化したものでございます。次に、右にございます通り、この評価を活用しまして、まず上段の右でございますが、移行リスクについては、リスク量が高いと判断されたセクターを選定しまして、シナリオ分析を実施しまして昨年度を開示しております。次に下段の右にございます通り、物理的リスクにつきましては、縦にご覧いただければと思いますが、赤くなっているですね、リスクの高い地域が、日本に集中していることもございまして、日本に絞ってですね、急性リスクと慢性リスクのシナリオ分析を実施しまして、今年度を開示を実施しました。急性リスクについては洪水被害の分析を実施し、慢性リスクについては農林水産業を基盤とする当金庫にとって重要な農業セクターの分析を実施しました。それでは物理的リスクの分析のご説明に入ります。スライド8ご覧ください。はい、まずですね、急性リスク分析の概要についてでございます。5つのステップを経てですね、下段にございます通り、最終的には4度シナリオの想定で、2050年までにですね、累計で約50億円の余震コスト増加という結果になっております。こちらの分析につきましてですね、当金庫の特徴としましては、国内の貸し出し先を対象としたわけですが、国内の貸し出し先のお客様の拠点すべてを分析することはですね、リソース的にも困難ではございました。またですね、近年社会全体にテレワーク等が浸透している中で、業種によってはですね、洪水による事業継続にですね、支障がない業種もあるのではないか、そういった考え方に立ちまして、洪水による影響を受ける業種と、企業ごとの重要拠点、これらにですね、対象を絞り込むという作業をステップ1、2で実施した上で、被害額の特定を実施しました。それではスライド9をお進みください。はい、こちらがですね、先ほどのスライドの8のですね、ステップ3の部分にフォーカスしまして、実際に行いましたですね、作業手順の詳細を示したものでございます。この手順自体はですね、環境省様の TCF リテイリングに沿った気候変動リスク機会のですね、シナリオ分析実践ガイド、銀行セクター向けを参照しておりまして、国土交通省様の治水経済調査マニュアル等を活用しましてですね、浸水時に基づく営業停止日数等から売上損失額を導出する推計手法としております。続きましてですね、スライド10お開きください。次に慢性リスクのご説明に移ります。まず対象についてですが、国内農業の中でも従事する農業者数や生産量が多い稲作畜産を選定いたしました。そして急性リスクとは異なる部分でございますが、当金庫のお客様に限定することなく、トップダウン的にですね、農林水産省様の作物統計等のですね、マクロデータを活用しまして、当該品目をですね、生産されている国内の専業農家の方の収入の変化率を分析しております。赤囲めのですね、稲作について上から順番にご覧いただければと思いますが、プロセスとしましては、気候変動に伴う生産量の変化率および価格の変化率からですね、収入の変化率を算出しまして、最後にですね、適応策を講じた場合の収入の変化率を導出しております。はい、ではですね、次のスライドでですね、稲作のですね、具体的な分析内容をご説明させていただきます。はい、まずですね、生産量の推計にかかるモデルについてでございます。こちらはですね、過去の実績データをベースに回帰分析を実施しております。我々の分析上ですね、工夫した点としましてはですね、稲作の場合ですと基本的に年に1回の収穫となりますので、過去の実績データの蓄積が限定的でですね、データ量に制約がございます。この課題を解決するためにですね、右に図示しておりますパネルデータ分析という手法を採用しました。
また21世紀末を想定して分析を実施しておりますが、気温降水量の将来予測データについては、気象庁様の地球温暖化予測情報第9巻をですね、活用させていただきました。それでは次のスライドにお進みください。こちらがですね、生産量と気温の関係性の分析結果についてでございます。作付け面積、気温変数、政策変更といった変動要因から生産量を求めるモデル式を構築しました。これらのモデル式についてはですね、作付け品種の違い等から生産量に与える影響に地域差がございますため、都道府県ごとの作付け品種によって区分しております。また、高温耐性品種をですね、すでに導入している都道府県と未導入の地域でも区分して分析した結果がこちらの図の通りでございます。こちらの図からはですね、高温耐性品種導入地域の方が気温への耐性を有することおよび、北日本品種地域の方が放物線の傾きが急で、気温への感濃度が大きいということが示唆されました。続きまして、スライド13にお進みください。次に、価格の推計についてでございます。価格の変化の要因はですね、需給要因と、品質要因の2つに大きく大別して分析を実施しております。左にございます通り、需給要因につきましては、生産量に対する弾力性を推定しました。また品質要因につきましては、一等米比率に着目し、一等米比率が低下する気温の適期値を推定しております。右の図にございます通りですね、普通品種地域と、高温耐性品種地域で分けて分析をしておりますが、いずれも先ほどのですね、12スライドの生産量に負の影響が出る適期値よりも低くなっておりまして、気温上昇の負の影響というのはですね、生産量よりも品質面でですね、早めに顕在化するということが示唆されました。それでは、続けてスライド14にお進みください。稲作の最後、適応策の分析手法についてでございます。適応策については、先行研究とも参考にしながら、定量的な分析が可能な案を検討いたしまして、高温耐性品種の導入と移植日、田植え日移動の、双方をですね、実施するという前提で分析を実施しました。本日は、このうちですね、後者のですね、田植え日の、移動の分析についてご説明いたします。今回ですね、移植日を移動して、早熟期のですね、高温を回避するという適応策を検討しまして、移植日をですね、現状から2ヶ月前倒しから2ヶ月後ろ倒しまでですね、1ヶ月ずつ変更する合計5パターンを想定して、生産量が最大となるですね、都道府県ごとの最適な移植日を特定するシミュレーションを実施しております。こちらの図のケースですとですね、ケース2ですね、1ヶ月前倒しのケースが最も生産量が多くなるという分析結果でございます。で、このような分析が可能であったのは、先ほどスライド11でですね、ご説明させていただきました地球温暖化予測情報ですね、こちらの方に21世紀末の各年月のですね、気温降水量の予測値が収録されていたためでございまして、大変充実したですね、データセットの恩恵を享受させていただいたと認識しているところでございます。それではスライド15をご覧ください。ここまでですね、当金庫のシナリオ分析について、どのようなデータを用いて、どのような手法で分析したのか、概要をご説明させていただきました。ここからはですね、シナリオ分析で得られた知見、分析結果をですね、開示以外でどのように活用しているのか、ご説明いたします。まず、こちらのスライドではですね、サステナブルファイナンスについてご説明させていただいております。サステナブルファイナンスでの活用でございますが、サステナブルファイナンスはですね、ビジネス機会獲得とリスク管理にまず大きく大別されます。ビジネス機会獲得においてはですね、我々中長期目標としまして、10兆円の目標額を掲げております。
脱炭素緩和に該当する案件のみならず、適用ファイナンスに該当する案件等も対応しておりまして、今後も対応を進めていく方針でございます。また、右にございます通り、リスク管理におきましては、セクターごとの投融資セクター方針など、リスク評価、管理プロセスを定めており、下段にございます通り、ESG インテグレーションという予視判断におけるですね、気候変動を含む環境社会リスクをですね、環境リスクの評価を加味したプロセスにおいても、シナリオ分析から得られたですね、知見、それから分析結果をですね、活用しております。はい、それではスライド16ご覧ください。こちらご説明の最後のスライドとなります。シナリオ分析で得られた知見、分析結果の活用はですね、ステークホルダーとのエンゲージメントにおいても活用しております。多方面のですね、ステークホルダーと気候変動対応の取り組み促進に向けたですね、エンゲージメントを実践しているところでございますが、とりわけ中でもですね、この上段にございます食のビジネスと呼称しております、貸し出し等のお客様へのリレーションに基づいたエンゲージメントにおいて、シナリオ分析を活用することによって、より深度のある対話に直結しております。今回、慢性リスクの分析は農業セクターを対象としましたが、今回の分析結果はですね、生産者のみならず、いわゆる川下に該当しますですね、食品業界のお客様にとりましても、原材料であるですね、農作物の調達にかかるリスク分析として、お客様への影響把握、対応検討等につながる有用な分析と考えております。今後もシナリオ分析を活用してですね、お客様の気候変動対応のですね、取り組み促進を図るようですね、尽力してまいりたいと考えております。はい、以上をもちましてですね、私からのご説明は終了させていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。